実は、一個一個の面に対して最大70名以上、の別々の動画を投影してるんですけど、まあ、時にそれはこう一つに水に溶け合ったり、あるいはすごくこう全て光の断片化していくっていうようなイメージだったりとか、イメージとしてはその投射軸っていうのを建築のテーマとしながらも、そのまるでこのオブジェクトがその自分自らこう発光しているような、そういう内側から光がこう出てきているような、そういうオブジェクトっていうのがまあずっとイメージであって、その光でできたこう建築みたいなものを目指したいなっていうような話を、平田君ともしてて、でその効果っていうのは結構ちゃんと出たんじゃないかなと思います。まあ、今回そのテーマとして入力から出力までっていうのが、まあ大きなデザインコンセプトとしてはあって、映像自体を撮るのも必ずそのカメラのレンズを通すことっていうのをこう一つ ルールにして、レンズを通して見た世界っていう形で作ってます。だからこの水のテクスチャーであるとかはコンピューターグラフィックで作ったものではなくて、水槽に照明を当ててこう撮ったりとか、全てのモチーフはその元の素材があって、それをこうカメラで捉えたり、その照明を工夫することでイメージの世界っていうのはこんなに豊かに作っていけるっていうような、そのあたりのプレゼンテーションもしたいなっていうふうに思ってます。やっぱりその70名のこう以上のこう映像を全部別々にコントロールしていくっていうようなのと、建築物の、イメージがそのコンセプトはすごくすんなりと分かるんですけど、そのビジュアルとしてどういうものになっていくかっていうのに僕自身その結構想像力を追いつかせるのがなかなか大変で、模型を見ながらこう向こうから光がやってくるとか、だいぶ図面とか、ではね、スケッチとかでは追い切れない、その立つ角度によっても全然違って見えるような難しいところでもあり、すごく面白いところでもありました。非常に苦労した部分というのがこちらのパノラマ面のスクリーンなんですけれども、あれ15メーターぐらいあるパノラマスクリーンの、が水平面になってて、テーマとしてはあれがこう水路みたいな形でこっちにこう、イメージが流れてくるっていうようなイメージなんですけど、それをこうつなぎ目なく作っていくのに5台のカメラを使って、それをこう同時に撮影するっていう形でリアライズしていきました。まず撮影段階ですごく合うように追い込んでおいて、でその後投影する時にそのプロジェクター側でもブレンディングしたり、コンピューターからアウトする時に両方溶け合わせて重ねる。でただそのやっぱり撮影段階で合わせてないと少しずつ像が重なるようにして、撮影しておかないと、ああい う1枚の、絵というのはなかなか作りにくい。地味ですがフルハイビジョンで15メーターの、映像を作るのはすごい大変でした、ね。